広島のとある探偵事務所。そこの主は名探偵ヒッピー。どんな事件だってヒッピー様が解決よ。百戦錬磨の名探偵ヒッピーがどんな難問もすっきり解決。名探偵ヒッピーに解明できない問題はない。広島工業大学プレゼンツ、キャンパスサーチ。この番組は広島工業大学の提供でお送りします。名探偵ヒッピーに依頼は来ないかな。おお、依頼状じゃん。 JCD でマル秘プロジェクト、その秘密を調査せよ、謎の妖精 K。 今回の謎の妖精 K からの依頼はこちら。早速調査スタート。向かったのは広島工業大学。工学部、情報学部、環境学部、生命学部の4学部12学科の学びを通じて地域社会に貢献できる技術者を育成する大学です。 JCD ってなんだろうな。しかもマルフィプロジェクトって、あ、ねえ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 、 JCD ってなんかわかる？ JCD は女子学生キャリアデザインセンターの略称ですよ。今から活動するので遊びに来られますか？いいの？はい、ぜひぜひぜひ。女子学生キャリアデザインセンター、通称 JCD センターは、就職活動に必要なスキルや社会人としての基礎力、人間力を身につけるため様々な活動を行っています。これなんか楽しそうな雰囲気なんだけど、今何やってるの？キャロミプロジェクトの活動を行っています。学校外に女子学生キャリアデザインセンターの普及とキャロミの広報活動を行っています。SNS で各行事とかの発信をしたり、グッズの制作を行っています。作ったグッズはオープンキャンパスや地域のイベントでプレゼントしているんです。どうしてこういう活動してんの？工業大学は女子学生が少ないです。なので JCD の活動を通して女子同士の交流を深めるというのも目的です。また学校外にこの JCD の活動を知ってもらうことで女子学生を増やすというのも目的です。JCD キャロミプロジェクトは在学生だけでなく、これから入学してくる女子学生が安心して学べる空間作りの場にもなっているんです。ところでキャロミって学生なの？キャロミちゃんは JCD のマスコットキャラクターとして活動していて、三宅の森に住む人参の妖精なんです。妖精キャロミ？もしかして依頼状送ってるのってキャロミなの？広島工大やキャロミちゃんのことをもっと知ってもらいたくて依頼状を出してたんです。いやー、いろんな発見があって楽しかったよ。いい学校だね。みんなも広島工大に来てね。